三島チャンネルをご覧の皆さん、どうも、今回の三島チャンネルは一味違います。三島チャンネル初ゲストをお呼びしております。ご紹介いたしましょう。歌や、芝居に大活躍の藤重正隆さんです。はじめまして。ここで、今日はですね、はい、三島からお土産を今日持ってきました、はい、まずこちら、富士山頂という富士山頂っていうお菓子、はい、お菓子ですね。とこれ初めて見ました、ね、こちら、うなぎパイ出た VSOP 出ました。ちょっと違う、これ食べていいですか。ちょっと今、開けていいですか。これもう開けましょう。ちょっと、ごくますよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。これ本当に、うわ止まらないですよ。いいっすね。これ VSOP ですよね、これね。VSOP です。ちょっとこれ食べていいですか。どうぞ。いただきます。ほんと大好きなんですよ。ちょっといただきます。いただきます。ちょっとブランデーの味するでしょ、VSOP。 はい、マジ VSOP っす。マジ VSOP っす。うまい。おいしい。これもちょっとこれ見ていいですか、これ。はい、どうぞ。初めてなんですか。これはもう、はい、富士山頂、はい、興味をそそるものだと思います。え、あの静岡の人って富士山ってみんな登ってるんですか。いや、地元の人はあまり登る方は登りますけども。これはちょっと聞いてていいですか。こんな感じですね。はい、はい、あ、これがこうこう雪がちょっと降り積もった山頂のイメージ。そうですね、富士山をイメージして、はいはい、これいただいていいですか、ちょっといただきます。あ、なんかすごい雪が飲んでもらいました。ありがとうございます。はい、もう一つ、はい、僕らのメンバーはですね、はい、最年少の聖司というものがありまして、はい、藤重さんの似顔絵を、はい、見ていいですか。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。すごい見えます。すごいなんかこう夕日を浴びてるさ。どうですか、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。これはまああれですか、ヤフオクとかでも大丈夫ですか。本当です。まあ、ちょっとあこちらすごい、絶対正面を向かない人みたいですね。絶対絶対正面を向かない人みたいですね。すはい、ありがとうございます。はい、最年少の先生さん、結構若い方が、はいはい、結構この番組もありますので、はいはい、今年で34になりました。はい、好きな言葉は、死ぬまで18。はい、こちら18歳でいたいっていうところでもうおっさんですよ。そこがおっさん。いや、あのデビューして15周年、決して、迎えることができまして、まあね、ちなみに最年少選手の方は現在18歳。うわ、18歳一回りいるんですね。そうですね、そういうこと。はい、まあ、あのこの大人な魅力もどうかなということで34歳、よろしくお願いします。何を、はい、よろしくお願いします。そう、歌ったりね、芝居をしたり、はい、いろいろやってるんですけど、はい、はい、フォーエバーという曲を、まあ、ネットで配信して、あと今並行して、ドラマの撮影を、あのテレビ東京系列レスキューファイヤーっていう、お、ヒーローものですね。ヒーローもので、はい、ヒーローもので、あの隊長役を、隊長役をやってるんですけど、はい、いや、いいっすね、隊長、隊長役をやってるんですけど、あ、隊員はもう一回り以上のと先のステージじゃないですか。藤重さんとの出会い。はい、はい、昨年の夏、夏に、三島にある、サントムーン、秋田川、サントムーンって飲み屋さんの実験。いや、違う。大きいモールですね。モールショッピングモール。はい、はい、そちらの方でライブ&トークショー。そうですね。やってるんですけど、そこに。
消してる人。いやいやいや、はい、そうだ、あのライブも来ていただきたい、はい、あ、そうです、夏の終わりの、そうです、ワンマンライブを渋谷でね、はい、やった時に、はい、渋谷でわざわざ来ていただいて、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、素晴らしいライブ。藤重さん、僕番組を見たことないんですけど、あの旅を、はい、あ、旅をされたんですよね、はい、すごい電車に乗ってぐわーっと東京から、東京からロンドンまで旅を1ヶ月間撮影したんですけど、東京からロンドンまで、はい、もちろん何ですか、韓国入って、韓国入るまではフェリーですけど、フェリーの手で韓国入って、まあもちろん北朝鮮は入れなかったんで、はい、国境まで行って、でまあ北朝鮮入れない、中国のまフェリーで渡って、まだ北に残ってシベリア鉄道とかずっと大陸を横断して、すごい大変な旅です。いやー、帰りたくなかったですね。ああ、東京の方に、うん、もうそれぐらい、このままずっと電車で乗ってたいって、まあロンドンまで着いて、ロンドンから帰りは飛行機で帰ったんですけど、はいはい、スケジュールが、電車で帰りたかったですね、またね。そう、あと何カ国もこう国を渡り歩くというか、はい、そういう経験っていうのはなかなかできないですね。できない。いや本当ね、恵まれてますもん。すごいですよ、本当に。仕事としてそういうことをやれるっていうのは、幸せですよね。だって一生に一度行くか行かないかじゃないですか。そうですね。列車で、はい、ロンドンまで。ずっと行くっていうのは普通考えないでしょ。飛行機で行くでしょ。ピュッて。そうですね。いろんなまあ時差もあったり、疲れもあったり、いろいろするんですけど、でその本当なんつうか、ロシアとかもすごい長いでしょ。旧ソ連も、はい、ものすごい長いって。もう国の中で時間が違うんですよ、時間帯が。ああ、もう時差が。そうそうそう、時差が。はい。だからどんな生活、生活リズムはバラバラですよ。ああ、その混ざってる時は。そう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 です。だからもう時間関係なく、リズム関係なく、自然な流れで、まあ、生活してたんですけど、あと全く言葉が分からない。ああ、それはきついですね。はい、あ、今次のコーナー行こうとしました、ね。いや全然全然。はい、そうなんですよ。